二本松神社とは、福島県二本松市本町にある神社である。旧社格は、県社である。旧二本松藩の総神寺として信仰され、熊野宮と八幡田宮が合祀されていることから、御両者とも呼ばれた。社殿によれば、創建は、旧安年間とされ、二本松に児童として入った、足立森長が、塩沢伝事が丘に居を構えた際に、熊野権源を、 熊野宮として祀ったことに始まる。その後、欧州短大だった畠山三鶴大が伝授が丘から白旗が峰に京を移し、二本松城と称した。この際、熊野宮も城内に仙座、畠山氏の氏神である八幡大臣を祀る八幡宮と合祀された。官営20年、二本松藩の藩主として入った庭三重は淵前八十国と、 車両二十五国を寄進。祭人の霊夢を見て、車両五十国をさらに寄進し、現在地に遷座させ、日本末藩の総鎮守として両民が誰でも参拝できるよう解放した。三重はこの時、歴代上主の守護神であった、八幡宮を下座である左側に、両民の守護神であった、熊野宮を上座である右側に祀った。 完成6年に火災によって社殿が消失し、文化3年に現在の社殿が再建された。山道の神奈川門は翌年の文化4年に建てられたもの。上段の三柱は熊野宮の祭神熊野権現であり、下段の二柱は八幡宮の祭神八幡大臣である。経営大社としてご三社があり、祭神は少なびこ名の命、今年の主命、 菅原道真である。霊大祭は10月の4日5日6日の3日間。日本松の町鎮祭りとして知られ、宇治子町内の本町、亀貝、竹田、松岡、根崎、若宮、閣内の七町が引き回す七台の太鼓台という、出汁に300個余りの町鎮をつけて練り歩く祭りで、日本三王町鎮祭りの一つとして数えられる。JR 日本松駅から徒歩3分。 ありがとうございます。